プロビデンスはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の32番艦。艦名はロードアイランド州プロビデンスにちなんで命名された。その名を持つ艦としてはプロビデンス級ミサイル巡洋艦1番艦以来5隻目。プロビデンスの建造は1979年4月16日にコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注され、 1982年10月14日に寄港した。1984年8月4日に、ウィリアム・ F ・スミス夫人によって命名浸水し、1985年7月27日に艦長、e、モロー大佐の指揮下収益した。プロビデンスはトマホークミサイルの垂直発射システムを装備した最初のローサンゼルス級である。 他の艦はテスト用の箱とプログラムを使用したが、プロビデンスは戦闘システム CCSMK1 及び関連ソフトウェア C4.1 を使用して VLS からトマホークを発射した最初の潜水艦であった。プロビデンスは西大西洋、地中海及びペルシャ湾へ数回展開した。また、フロリダ州のポートカナベラル、ポートエバーグレーズ、 プエルトリコのルーズベルトローズ海軍ステーション、ノルウェイのトロムセ、ジブラルタル、フランスのトゥーロン、クレタ島のサウダワン、イタリアのラ、マッタレーナ、スロベニアのコペル、バーレーンのマナーマ、ドバイ、アラブ首長国連邦などを親善訪問した。プロビデンスは1998年、2001年、および2003年にスウェズ運河を通過した。ペルシアアンではサザンウォッチ作戦、 普及の自由作戦、イラクの自由作戦に参加し、後開ウルフパックの大きなイヌビッグ、ドッグ・オブ・ザ・レット・シー・ウルフパックの愛称で呼ばれた。2011年3月には、国連アンポリ決議1973で定められた、リビア飛行禁止空域を実行するために、リビア沖に派遣され、オデッセイの夜明け作戦に従事した。プロビデンスは、コネチカット州クロトンの、 ニューロンドン海軍潜水艦基地で第4潜水戦隊に所属する。プロビデンスは3個の総甲軍遠征メダル、3個の海軍遠征メダル、4個の部隊軍交渉、4個の海軍主軍部隊賞、5個のバトル E を受賞し、最近ではテロ戦争遠征メダルを受賞した。プロビデンスは1988年にトマホークストライクダービーを受賞している。ありがとうございます。